はいおはようございます F さん はい、そして奥様、即課塾の久保でございます。ご連絡をね、ありがとうございました。例のやつの入金があったよということでしたね。えー、今回ですね、えー F えーと、F さんが思われてたように、私に連絡したらすぐにってことにはならなかったと思いますけども、よくね、ここまで待っていただきました。本当にあの感謝いたします、えー。中にはね、私のことを結構ね、鋭い言葉で責める方もいらっしゃったんですけども、まあ、熟成さんに限ってはそういうことなかったかなと思います。私の一般視聴者さんね、即、え、課、ー、塾に入ってないけども、 まあ動画を見てるよ、たまに見てるよ、それで例のやつに参加してるよって方は結構ね、えー、厳しいご意見でしたね。まあ、それはね、やっぱり即可塾のカリキュラムとしての日々の更新動画をずっと見ていただくとリスクヘッジのこととか、あとはね、自分があー選んで参加したものに対して人を責めることはないよっていう発信を多分ご理解いただけるか、それでもその上でもね、 紹介ののやつのせいいだだって考えるかかと思いますけども確かにね私は発信者の責任があると思いますし紹介したものとしての責任があると思うんですよ。それはどういうふうに責任を取るかといいますと、まあ、一つはね金銭的なダメージが及ばないっていうふうに配慮してあげることそしてもう一つはですね会社から例のやつの会社から何のアナウンスもなくてもでもね会社から連絡ないですねぐらいで終わらせるんではなくてそういう紹介者さんって結構いらっしゃると思うんですけど私の場合は多分こういうことになって ってるんじゃないかなっていう風な仮説を元にですね、まあ任しておいてください大丈夫ですよと連絡くださいと。 状況進行をお知らせしますみたいな感じで、できる限りのことをすることかなと思います、プラス会社の方にもきちんと追求して、会員さんのね、不安な気持ちってのを分かっていただくってこと、プラス会社の方ですね、あの例のやつの会社の社員さんとか従業員さんにも配慮して、皆さん本当に一生懸命状況改善のためにやってくださるところを、やっぱりね、正確に会員さんに伝えていくことかなと思っておりまますその上でね今回いただいたレターを読ませていただータを読てきます。 あ振り込みがあったらレ、えー、報告してくださいっていう風にねお願いしてました本当にありがとうございます、えー、今回はね本当に私のねえー、と至らないところもあったかもしれませんしやっぱね事業参加してるって意識をもう一回取り戻していただいて自分が 規約に承諾しししてててサインしてそして自分の選択で自分の選んだ金額を入金してるわけですからそこはやっぱりね自分の責任でやったってことをこれからはね、えー、みんなで確認し合っていきたいと思います F さんだけじゃなくてねやっぱりどんな時でもビジネスでも投資でも人生でも恋愛でも人間関係でも何かに自分の意識を割くとか資金を割くとか時間を割くっていうのは全部自分の選択でやってることなんですよね。 うん、だからなんかお付き合いした女の子に振られたからって言ってデート代今までなんて全部返せってことにはならないと思うんですよ。うん、やっぱりそこにはね、えー、不確定な要素にも挑戦していくってことが含まれてますからね。はいとりあえず我が家は,は一件落着しました。7月の返礼金 の皆さんは終わったでしょうかということなんですけども、一応ね、4日11日で終わったというふうな連絡を受けています、7月の分はね。で、8月は11、1 8 12、25で、えー、徐々に完了していくと思いますけど、今のところ入金がありませんよって方は、ちょっとね、今のところいただいてないんですよ。いただいてた方があの解消されましたっていうので、後報告いただきましたけども、未だになんか入ってないんですけどっていうのは、ちょっとまだ聞いてないですね。 まあ一応ね、毎週水曜日の入金ですよってことなんでうん、木曜日に確認するおつもりでいるのかもしれませんし、入金がないけども、やっぱりね、久保さんを不安にさせちゃいけないってことで、あえて連絡しない方もまだいるんではないかなと思いますよね。はい。えー、で、一日でも長く返礼金が続いてほしいとの。 ジュネックスコインに期待しておりますですね。深、は、追い、まあ、負荷をせずに自分の力量の範囲で無理ない金額を投入しながら期待していく。そしてその期待を現実化するために自分にはどんな協力できるのかなってことをいつもいつも考えていくってことが求められてるのかなと思います。はい、えっ、ー、と PS ですね。久保さんのアフターは素晴らしいと思います。ありがとうございます。 お母さんの下で例のやつやって本当に良かったです、うん、そう思っていただけたら本当に幸いですけどもやっぱりね紹介者さんの中には危ない時に何の情報発信もしなかったり一緒に会社を叩いたりとかねそんな方もいらっしゃるんですよで、挙句の果てにはね他の投資をしてイズケッチしましょうみたいな方もいらっしゃるんですよねだからそういう風うには私はちょっと慣れないかなと思います私がお伝えするのは例のやつに依存するんではなくてやっぱりね自分でも稼ぐ力を身につけておきましょうっていうのはこれはね即家塾の2013年からのテーマですから何かに依存するな ってこととね10秒後にそれがなくなっても大丈夫ですかと自分の力で稼いでいきましょうっていう風なね何かに乗っかって稼ぐのには限界がありますよやっぱり自分で商品作って自分で商品を売っていくってこの繰り返しがビジネスであり人生であり信頼だと思うんですよね、えー、こういう風な形でやっていければと思いますんでこれからもよろしくお願いします、えー、そしてですねこれは全体に向けてのメッセージになりますけども久保さんを信じてやったのにっていうことをねあんまりねちょっとこう考え違いをされているんではないかなっていう風には、まあ、再度言わせていただきますけども久保さんを信じてる 私をを信じててるんだだったらビジネスをしてください私はそちらの方をやりましょう何かに依存するんじゃなくて自分で稼ぐ力を身につきましょうっていうメッセージがそっか塾2013年から2019年の本日まで貫いた、あのー、本当に、ね、一つのメッセージですからねこれに乗っかっときはもう大丈夫ですよ20年30年やっていきましょうって話はしないですからねこんなの長く続きませんよってことは前提で例のやつを紹介しますでいつ終わるかは分かりませんし私は個人的にはねあと23年から45年続くんではないかなと思いますけどもこれは私の判断です この判断に乗っかるんではなくて、自分の仮説と自分の判断を頼りに、えー、挑戦してもらいたいと思います。<laughs> それでは、ね、以上でございます。これからもよろしくお願いします。富士山